フィギュア、4大陸&世界ジュニア2冠の三浦義雄、ご褒美、で佐藤駿と WBC 準々決勝を生観戦。より小さい WBC、イタリア日本、準々決勝、16日、東京ドーム、WBC、イタリア日本、準々決勝、16日、東京ドーム。フィギュアスケート男子の4大陸選手権、米国、と世界ジュニア選手権、カナダ、で優勝した三浦義雄、17イコールオリエンタルバイオ、目黒日大だか、が、同じ4大陸選手権で3位の佐藤駿、19イコール明治大、と共に WBC、ワールドベースボールクラシック、を現地観戦した。甲斐拓也捕手と牧原大成内野手が好きな三浦は、ソフトバンクのユニフォーム姿で応援。盟友の佐藤も同じ格好にキャップを合わせ、バックネット裏の好位置に陣取った。同じく親友の鍵山優真、19イコールオリエンタルバイオ、中京大は都合がつかなかったという。三浦はシニアの4大陸選手権を史上最年少18歳8ヶ月で制し、世界ジュニアは15年の宇野昌磨以来8年ぶり6人目の頂点に立った。19年ジュニアグランプリファイナル王者の佐藤も、左肩手術から1年後の4大陸でドラマチックにシニアの選手権の表彰台に初めて立った。そのご褒美として、関係者を通じて準々決勝のチケットをゲット。先発がエンゼルス大谷翔平投手という幸運に恵まれた、4大陸の時から、シーズンが終わったら WBC が待っていると話していた。大谷選手やダルビッシュ選手を初めて見るので楽しみ。自分の好きな牧原選手、甲斐選手も楽しみ、と、シーズン最終盤のモチベーション。